ニューロシェル市役所、ニューロシェルはアメリカ合衆国ニューヨーク州にある都市、ウエストチェスター郡に位置し、同郡で2番目に大きい都市である。2000年の国勢調査では人口72,182人。ニューロシェルの歴史はトーマス・ペールが1654年に一体の土地を購入したことから始まる。1685年、ルイ14世のフォンテーヌブローの直令によって、 なんとの直令が廃止。トーマス・ペルの老いにあたるジョン・ペルが土地の権利を所有していたが、その後土地をユグノーの家庭に提供した。一帯にはフランス西部のラ・ロシェルからやってきた職人たちが住み着き、出身地にちなんで土地一帯を新しいロシェルの意味のヌーベル・ロシェルと名付けた。市の名称はこのフランス語の意味を英語にした言葉から由来。ハドソン・パークにある記念碑には 初期に移り住んだユグノーの家庭の名前が掘られている。独立戦争期には、ジョージ・ワシントンも訪れたほか、ホワイト・プレインズの戦いも繰り広げられている。18世紀中は小さく質素な土地であり、豊富な農地を所有していた。また、短期間ながら、トマス・ペインも市内の邸宅に滞在していたことがあり、現在小さな通り沿いにあるトマス・ペインのコテージは、博物館として使用されている。 ニューロシェルの総面積は34.3平方キロメートル。市内には現在、ニューロシェル大学やヨナ大学、モン大学のキャンパスが位置する。ありがとうございます。